将来自分がそういう立場になった時は今日の経験を生かしていきたいと思います。楽しみっていう気持ちもありますし、自分のレベルを上げて総合すごいプレーヤーっていう風に言われるような選手になりたいな。こんばんは、まるごと山梨です。プロ野球運命のドラフト会議は来週24日ですね。はい、山梨県内にも上位指名が予想される選手がいるんですよね。はい、走攻守三拍子揃った強打の内野手、東海大甲府高校の渡辺亮選手です。まるごとスポーツで21分頃からお伝えします。まるごとスポーツです。プロ野球ドラフト会議、来週24日に迫ってきました。はい、そのドラフト会議で山梨県内の選手で上位指名が予想されるのが東海大甲府高校の渡辺亮選手です。走攻守三拍子揃った強打の内野手として入学時から高い評価を受けてきた渡辺選手ですけれども、目標はやっぱりこの人、同じ高校の先輩で一足早くプロの道に進んだ高橋周平選手です。東海大甲府高校3年の渡辺亮選手です。この夏まで4番キャプテンとして活躍、確実性のある強打者としてプロ野球のドラフト会議で上位指名が予想されています。楽しみっていう気持ちもありますし、やっぱり不安、ちょっと不安かなっていう気持ちもあるんで。入学後すぐにレギュラーになった渡辺選手、2年生で出場した去年夏の甲子園では1番バッターとして攻守にわたり活躍し、ベスト4進出に貢献しました。タイムリースリーベースヒット。今年夏の県大会、東海大甲府の試合にはプロ野球のスカウトの姿が見られました。甲子園出場は逃しましたが、高校生を代表する内野手として高い評価を受けています。守りにも定評がある渡辺選手、遠投105メートルの強肩と柔らかいフットワークのショートの守備も魅力です。100メートル11秒4の俊足も大きな持ち味です。積極的に次の塁を狙う卒のない走塁も見せます。走攻守バランス取れた、率の残せるバッターと、特に、足がですね、非常に高校生の中ではもうトップクラスかなという、ね、期待できる選手に育つかなというふうには考えています。プロ野球中日の高橋周平選手、東海大甲府出身でパンチ力のある大型内野手としてドラフト1位でプロの道に進みました。2つ上の先輩で渡辺選手が目標としてきた選手です。渡辺選手は1年生の時、寮で高橋選手と同じ部屋でした。間近にいた偉大な先輩は最高のお手本だったといいます。これ冬、秀平さんが来た時にもらって、これ使えって言われたんですけど、なんかもったいないかなっていう。これ自分ですよ。秀平さんで取ってスローイングして自分キャッチして。まあ秀平さんは、なんか、まあ、ここにいつもバットをやって、まあ、こうやって握ったり振ったりしてて、まあ、そういうところもすごいなっていう意識も高いなっていうふうに思いましたし、本当身近にいてくれたんで、そこは本当自分の、まあ、成長する糧には本当になったよ感じはしますね。やっぱり高橋選手からバッティングの極意を習った渡辺選手、その一つが軸足の股関節に体重を乗せることです。タイミングを崩されても重心が安定していることでボールをしっかり捉えられるといいます。シワは多く作れって言われてたんで、シワってのはユニフォームで出るシワ、そうですね、はい、そこをなるべく、まあ、多く作ってれば、まあ、体重が乗ってるってことだから、まあ、そこはしっかり上げた時にしっかり溜めて、ついた時をまだ残して下半身にしっかり打つっていうことは、まあ、すごく教わって、まあ、それはずっと意識してたって感じですかね。
さらに意識して取り組んできたのが筋力トレーニング。肩色、肩ゆっくり大丈夫だから焦った背筋を鍛えるトレーニングで去年11月渡辺選手は200キロを持ち上げ高校時代の高橋選手の記録に並びました。周さん4日早く自分が上げさせていただきました。ありがとうございます。その後210キロまで記録を伸ばし進化し続けています。プロの世界で活躍する高橋選手の姿も大きな刺激になっています。いいですか。ひどき舞台に立つ先輩の姿を見て渡辺選手は闘志をかきたてます。まあ、ずっと周平さんを目標にしてやってきたんでやっぱりまた同じ舞台でやりたいなっていう思いは本当に強くあったんで、はい、プロ行ったら本当もう、まあ、先輩行ってるかはもうライバルみたいなもんなんで、もし行ったとしたらやっぱり負けたくないなっていう気持ちは多分行ったらあると思いますね。先輩の背中を追い着実に成長を遂げた渡辺選手、再び同じステージで競い合う時を見据え運命の日を待ちます。いやー、周さんの背中を追って練習をして、はい、そして同じプロの世界に挑むということになりますね。そうですね、プロ野球の画面でこうツーショットで2人を見たいなというふうに思いましたね。はい、はい、その高橋周平選手と渡辺亮選手、共通項が結構あるんです。はい、東海大甲府のキャプテンだった、そして高校時代のポジションがショートだった、はい、極めつけはね、世界大会での活躍なんですね。あの、共に高校生の日本代表に選ばれまして、はい、2人とも18歳以下の世界大会でホームランを打ってるんですよね。素晴らしい共通点ですね。はい、おととし高橋選手はドラフト1位で3球団から指名を受けましたけれども、今年はどうなんでしょうか。プロ球団の評価も高くてですね、現段階で高橋選手と同じように1位指名の可能性もあるということです。楽しみですね。運命の日ドラフト会議は今月24日来週木曜日に行われます。丸ごとスポーツ、お伝えしました。